れはす提督、少し暑くなってきましたね。夏が来ちゃうのか。水着どうしよう。第31駆逐隊、岸波、出撃します。いいみたいですね。ありがとう。なるほど、こういった装備もか。まあ、そういうことね。第31駆逐隊、第31駆逐隊、岸波、出撃。提督、少し暑くなってきましたね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第4作戦海域、作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。基地航空隊との共同作戦が可能です。はい、追放もご一緒します。もちろん。弁当食べる？さあ、やるわよ。攻撃隊発艦。駆逐隊を舐めないでよ。皆さん、私の指示に従ってください。マリアレイテと比べれば、こんなのは熱いいいような気がします。そうね、弾幕です。なるべくなら当てていきたいわ。よし、艦隊追撃戦に移行します。魚雷って聞こえます。さあ、行くわよ。この格好、動きにくいったら。はじめ。遅いよ君。もらった。随方の航空隊が活躍したの。やった、軽空母だって頑張れば活躍できるわよ。マイカゼ見てたよね。次は直撃させる。そうだね、そこにいたでしょ。やばい。
雨雲の攻撃。やってやります。どうしても失敗するような気がします。弾幕です。随行の航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。できるね、提督。火の塊となり沈んでしまえ。始めましょう。打ち方始め。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。強さか。次は出撃させる。いけるいける。まだ進めるわ。やってやります。やらせはしません。落ちる。皆さん、私の指示に従ってください。皆さん、随行の航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。こんな私でもやればできるね、提督。本当にありがとう。艦隊が帰島しました。艦隊が戻ってきます。ありがとう。これでバッチリ。あら素敵。好きよ。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第4作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼参考船機関随行。抜病しちゃいます。
お弁当食べる？航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張って活躍できるのよ！マイカゼ、見てたよね？これが第四空…航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張れば活躍できるよ！ね、テイト君。火の塊となり沈んでしまえ。次は射撃させる！いけるいける、まだ進めるわ。そこにいたでしょ。てぇ弾幕が薄いような気がします。弾幕です。弾幕も国体に応えます。落ちる。よし、艦隊追撃戦に移行します。気泡も巨大があるんだよ。遅いよ。落ちる。
打ち方もらった。始め。魚雷って太いわよね。あーもうバカばっかり。実践あるのみよ。やるわ。さて野戦ね。どこかの野戦バカには負けないから。そうだね、もちろん。そこにいたでしょ。次は直撃させる。随方の航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。勝利に喜んでばかりもいられないな。勝ってカブトのなんとやらだ。ただ今夜ばかりは飲ませてもらおう。ユグモ型駆逐艦巻きグモ艦隊が帰投しました。ありがとう。これでバッチリ戦えます。彗星は彗星で悪くないんだけど。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第4作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。三光線、機関、随砲、抜病しちゃいます。お弁当、食べる？航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるわよ。私じゃない、カゲロウ型なんかにまだまだ負けないわ。当たり前じゃない。
強さか。次は直撃させる。そうだね、そこにいたでしょ。やってやります。てぇ、いけるいける、まだ進めるわ。弾幕が薄い。どうかしら。気がします。皆さん、弾幕です。火の塊となり沈んでしまえ。始めましょう。打ち方始め。阿武隈、ご期待に応えます。強策、落ちる。次は直撃させる。皆さん、私の指示に従ってください。大宮駆逐隊を投げないよ。この空き図が健在だ。どうかしら。やらせはしません。落ちる。6号が上がってください。発火。落ちる。ちてください。そこか。悪いな。いただきた。バカばっかり。落ちる。自信あるのみよ。ない子たち。やるわ。今、キサラキが楽にしてあげる。さて、野戦ね。どこかの野戦バカには負けないから。そうだね。そこにいたでしょ。強さか。次は直撃させる。随方の航空隊が活躍したの。やった、軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。勝利に喜んだだけにいられないな。勝ってカブトのなんとやらだ。ただ今夜ばかりは飲ませてもらおう。朝潮型駆逐艦艦隊が帰還しました。ありがとう。これでバッチリ戦えます。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第4作戦海域、作戦要項です。本作戦の主眼は輸出参考船、機関、随砲、抜病しちゃいます。お弁当食べる？
攻撃隊発艦。気がします。雨雲の弾幕です。皆さん、私の指示に従ってください。やってやります。てー、従ってください。いけるいける、まだ進めるわ。6号タンク発艦、始めてください。よく狙え、逃がすな。てー、仕方ない子たち。てー、キサラキが楽にしてあげる。航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。できるね、提督。やるわよ。攻撃隊発艦。さあやるわよ。攻撃隊発艦。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。調査官、次は直撃させる。この秋月が健在ながら、いけるいける、やらせはしません。進めるわ。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。随行の航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。勝利に喜んでばかりもいられないな。勝ってか、火の塊となり沈んでしまえ。始めましょう。撃ち方、始め。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。調査官、次は直撃させる。なるべくならやってやります。行きたいな。てー、弾幕が薄い。大王の気がしないよ。舐めないで。弾幕です。私の指示に従ってください。弾幕も国体に応えます。よし、艦隊追撃で進行します。よく狙え、行きます。そこかい。悪いね。仕方ない子たちね。気泡も魚雷もあるんだよ。ここ動きにくいったら。さて、
こかの野戦バカには負けないから。そうだね、落ちる。そこにいたでしょ。強さか、次は直撃させる。随行の航空隊が活躍したの。やった、軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。勝利に喜んだだけにいられないな。勝ってカブトのなんとやらだ。ただ今夜ばかりは飲ませてもらおう。お弁当食べる？ありがとう、これでバッチリ戦えます。作戦計画概要をご説明します。白露型一番艦海風発病します。はい、白露型五番艦春雨出撃です。北方艦隊所属駆逐艦薄雲。雲の実出撃する。
ご一緒します。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第4作戦海域、作戦丸湯もご一緒します。丸代だって活躍できるんですよ。誰ですか？艦隊、帰島したようです。これでまた潜れるね。